昔々あるところに、おじいさんとおばあさんが暮らしていました。二人はとても仲良しでお金持ち。村で一番幸せな夫婦でした。そんなおじいさんとおばあさんの家のすぐ近くでは、ズンダモンという若者が生活保護を受けて暮らしていました。ズンダモンは孤独で惨めで、とても不幸でした。皆さんはこのような格差を見て、どう思いますか？同じ人間なのに、どうして幸福な人と不幸な人がいるのでしょうか？